ラクシー水車は、マンシマラクシーの村の上の丘の中原に作られた、ビクトリアン様式の水車である。この水車は現在稼働している、世界最大の水車である。ロバートケースメントによって設計され、直径72.6フィート、幅6フィートで、毎分約3回転する。この水車は1854年にグレートラクシー、鉱山工業団地のグレンムーア地域から水を、 組み上げるために作られた。レディー・イザベラの名称は、当時党の統治者だった、チャールズ・ホープ副総督の妻の名にちなんでいる。水車は現在、グレートラクシーホイールマインズトレールの一部として、マンクスナショナルヘリテージによって維持されている。水車は現在、マンシマ政府が発行した20ポンド紙幣の裏側に描かれている。 水車全部にある取り付けるは裏返しである水車軸のクランクの水平運動を垂直運動に変換して鉱山のポンプを動かす T ロッカー。万島には蒸気式ポンプ用の石炭が供給されていないため水車が使われた。周辺地域の湧水や小川を含む周辺地域からの水は水車の上部の塔と同じ高さの水槽に集められる。 水槽と水車の上部の塔は閉じたパイプにより接続されていて水は逆サイフォンにより塔の上に流れパイプから水車の円周上にある木製のスラットで形成されたバケツに落ち水車を逆方向に回転させる。クランクの長さは4フィートでカウンターウェイトと非常に長いロッドに接続されている。このロッドはロッド高架鏡に沿ってポンピングシャフトに達し 8フィートのストロークが T ロッカーによってポンピング動作に変換される。ホイールとロットのほとんどは木で作られている。ただし主要な機械部品は金属製で張力とベアリング面を提供する。ロットにはホイールが間隔をあけて取り付けられており、最小限の摩擦でストロークの動きを可能にする。鉱山はピーク時に600人以上の鉱山労働者を雇用し、 1929年に閉鎖されるまで、鉛、銅、銀、亜鉛を生産していた。1965年、マンシマ政府はホイールとサイトを購入した。ホイールは1989年に修理され、マンクスナショナルヘリテージの管理下に置かれた。この水車にちなんで、いずれもザラキシーホイールというタイトルの二つの曲が、スチュアート・スラックとヘレン・バーリーによって書かれた。 ありがとうございます。